山川穂高さん、オリオンビールの CM が観覧不可に続き、ウェディング会社の挙式写真も観覧不可に。続々と削除が始まった模様。じわじわやられてるな。ビールはまだしも、ウェディングはね。なんでや、オリオンビールめっちゃ強気だったやないかい。スポンサーに迷惑をかけるやつは二流。オリオンビールはまだ穂高バージョン売ってるの？印象悪くなるから回収してラベル貼り替えた方がええやろ。まあもう認めちゃったからね。不起訴でも使いようがないわ。どうなるんやろな、これ。もう独自に情報を得てるんやろな。近道はない。あなたの夢は僕らの夢だ、オリオンビール。てか、なんでいつまでも逮捕されないんだよ。これ俺だったら速攻逮捕されてるやん。オリオンビールの CM かっこよかったのにな。オリオンビールって沖縄のビールか、おいしいん。一斉に来とるな。なんか知らされとるんやろか。当然の処置したいから完全に滅ぼされるべき。ウェディングは致命傷すぎてくさ。これで今まで育ちのいいキャラやってたんだから信じられんな。ついにスポンサーからも見放されたか。ご視聴ありがとうございました。